ゆか山は、岡山県倉敷市、小島ゆかにある山岳、寺社及び地区である。また、その三つを総称したエリア名としても用いられる。通称でゆかとも呼ばれる。かつてはゆか山の表記をしていた。ただし、山岳名に関しては、ゆが山を正式名称としており、ゆか山は、通称となっている。当地全域は、瀬戸内海国立公園岡山地域に含まれ、 第二種特別地域に指定され床山園地として、公園事業も行われている。また、風地景観及び、自然環境の保全や適正な公園利用を目的に、同公園岡山地域を11区域に分けた、管理計画区の一つである。倉敷市小島北部の丘陵地にあり、標高は274メートル。古来より岩倉振興、山岳振興の対象とされていた山である。 正式名称は昔の表記である湯河山であり、地図等にも基本的にこの名称で載っている。ただし、一般的には湯河山の表記を用いる場合が多い。小島半島のほぼ中央部に位置しており、周囲は自然林に覆われているため、瀬戸内海国立公園の一部となっている。奈良時代に行基がこの山に阿弥陀如来と薬師如来の二尊を湯河大権現として祭り、 自社を立てた。湯河大根源は、日本三大根源の一つとして数えられる。歌川広重の描いた、床山詳細は、連大寺及び、床神社本宮を参照現在の床山連大寺と、床神社本宮を総称して、床山と俗に称されている。日本三大根源の一つである湯河大根源の、総本山、また役除けの総本山として知られ、 2004年の歴史を自称している。その歴史は、前述の山岳に733年、聖武天皇の直眼により、行記の回帰によって、京大山湯河寺マニダマインが建立されたとされる。その後、室町時代初期に、増雲僧城が中高したのを経て、江戸時代中期には、岡山藩主池田家の祈願所となり、正月、五月、九月には、藩主自ら、 床山に参拝した。また、連大寺境内に池田港が、元は神仏集合の施設であったが、明治の神仏分離の法難に遭い、前述の神社の場所だけを床神社とし、分離。後に各地に分社が混流されたため、床神社を床神社本宮と称するようになる。第二次世界大戦後の国家神道解体に伴い、宗教法人としては、形式的に分離したままで、 神職も配置していたが、事実上連大寺により一体的に運営され、僧侶が本殿で祈祷を行うなど明治以前の形態に服していた。1998年3月、床神社が独自の宗教法人活動を開始して、以降、参拝時に互いの駐車場を共用することを禁止しており、両寺社の関連はないことを主張する看板が建てられるなど、両者の関係は、 完全に断絶している。ただし、参拝客は依然として、両自社を総称して、床山と称している。ちなみに、かつては、この床山とさぬき国のことひらぐの両方に、参拝する、両参りという風習があったという。前述の自社の参道沿いに参拝客相手の店が発展し、門前町が形成された。その門前町も、床山の通称で呼ばれる。現在も、 王子の雰囲気を残しているが、多くの店は普段は営業を行っておらず、正月などの参拝客が多い時期にのみ営業している店がほとんどである。参道沿いは飲食店や土産物店が大半であるが、中には郵便局などもある。参道沿いから奥には住居が立ち並んでいる。現在も古くからの建造物が多数残っており、参道周辺について規模、 構造、デザインが周囲一体との雰囲気を乱すことのないようにし、老朽化した建造物は門前町景観維持の観点から回収あるいは撤去等を所有者に働きかけるといった景観保全、街並み保存活動が取り行われている。また、当地の名物として古くからアンコロ餅が知られている。地区から少し離れたところには床温泉がある。 かつて両参りが盛んだった頃、床山南独の田の口港が最寄りの港であったため、田の口地区や近接の東古都地区や下の町地区なども門前町として栄えた。現在も田の口地区には床山の鳥居がある。ちなみに田の口という地名は床の口が変化したものである。床山は小島地域の床地区内に含まれる。かつて床地区は南隣の地区である。 白尾地区と共に山村という村名を名乗っており、小島郡に属していた。その後ユカは、他の口村井の遺憾、小浦町への移行を経て現在倉敷市、小島ユカとなっている。小島白尾、小島ユカを合わせて、ユカ山、あるいはユカと、通称されることもある。白尾の一部を除き、全域が、倉敷市立小浦北小学校の学区であることから、小浦北とも称される。 なお、中学校は、倉敷市立琴浦中学校となる。小島ゆかの郵便番号は711-0901。ゆかさんを含むゆか地区の遠隔ゆかさんを含むゆか地区の施設。ありがとうございます。